本日はですね、大阪にあります本家大田湖、こちらでね、夜ご飯をね食べようと思いよーす。メニュー表を見ていきよーす。かなりねメニュー豊富よ。このお好み焼きとかね、これ豚ネギ玉とかトッピングもいろいろあったり、あの焼きそばうどんで、ここのね焼きそばがねおすすめってね、あの現地の人から聞いたんですよ。うん、でしかもなんかね塩焼きそばがいいみたいな聞いて、おーっと思いながらね、ちょっと楽しみにメニュー見ながら待ってるんですけど、一品料理とか揚げ物とか、まあデザートあったり、まあここら辺は普通のね居酒屋のあのドリンクメニューなんですけど、まあこんな感じで見ていきまして、おーいいね、ヒエヒエトマト、なんかトマトフェアみたいなのこの時やってたみたいでね、なんかうん、そんな感じですね。ほら大田湖トマトフェアみたいな、まあまあまあとりあえず目だけ通して、まずねレモンサワー伸びーす。おー、いいね。あ、これ、これ、これ、うまいよ。海鮮のシーフードの、なんか、麺もね、この、もちもちでね、ちょっと太めの麺で、この味もね、塩なのにしっかりしてんのよ。これ、うまいよ。これ、気に入ったね。また食いたいよ、ここ。おい、これ、エビも。俺、エビ頭まで食べるタイプだから。バッチグー。進みますね、お酒はね。ぐい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 、ゲーズ。で、これ、たこ焼きね。なんか、大阪のたこ焼きってさ、なんていうの、中、ドロッとしたイメージなんだけど、このたこ焼きはね、結構ね、うん、俺の、およく食う感じのたこ焼きで、お好み焼きも来たんで、ね、これ、キャットして、そのままね、食べてぎゅーす。あー、いい感じでしょ。このヘラでね、食べますよ。はい、いただきます。これ、熱々よ。でも、俺、暑さ強いからさ、うまいねー。最高にね、最高。ここ、おすすめよ。うん、おすすめよ。で最後にね、さっきで紹介したおたこ焼きさんをね食べるんですけど、これね、こんな感じ、この感じね。でも本当ドロッとしてない、コロンとしてさ、タコも結構大きくておすすめなんで、皆さんもよかったらね足を運んでください。ごちそうさまでした。